こんにちは、のり太郎です。今回は脱奴隷洗脳、あなたがコインを買わない理由と題しまして、アンティークコインのことを知ってもコインを買わない人の考え方の根本にある、非常に根深い洗脳についてのお話を何回かに分けてしたいと思います。このお話は普通の人が聞いたら、何を言ってんだろうとか、陰謀論かなというように、怪しく聞こえるかもしれませんが、そう聞こえてる方は余計に要注意というかですね、相当な洗脳にかかっているんじゃないかなということを思って聞いてくださったらいいかなと思います。でまたこのお話は、個人のモチベーションとかですね、生きがいのような少し深い部分まで関わることになる場合があるので、今の自分で満足していて、これ以上何も望まないよと考えていらっしゃる方については、全く不向きな内容になるかと思いますので、そのような方は最後まで見るのはあまりお勧めしませんのでご注意くださいということで、注意喚起したところで本題に入りたいと思います。で私の YouTube を見てくださっている方っていうのはですね、この奴隷洗脳っていうのが解けている方も多いと思うんですが、この奴隷洗脳っていうのは私たちが幼稚園の頃から徹底的に刷り込まれている洗脳のことで、具体的にどういうところが奴隷洗脳なのかというのをお話しさせていただけたらと思います。でそして奴隷洗脳の話に、入る前に、なぜ奴隷洗脳されているとコインを買わないんだろうというところをお話しますと、その理由は2つあります。まず1つ目は、この奴隷洗脳されてしまうと恐ろしいことにお金がたまらなくなってしまうので、そもそもコインなんて買えなくなってしまいます。そして2つ目は、投資に使う金額がですね、恐ろしく高い買い物に見えてしまうということです。車とか家を買うのと同じような感覚になってしまうと、しかも車や家で資産になるものっていうのはごく稀にあるんですが、ほとんどの場合は買った時よりも売る時の値段っていうのは下がりますので、負債を買うということになります。でこの投資の場合はですね、真逆で、買った時よりも売る時の方が基本的に高くなるっていうのが、そういう資産にお金を買えるっていうのが投資になります。で投資をやったことのある方は分かると思いますが、何かに投資をする際はどちらかというと大きな買い物をするっていうよりはですね、手元の現金を銀行に預ける感覚に近いので、高いものだとかそういう感じはあまりしないんじゃないかなと思います。この辺が、奴隷洗脳されていると全くと言っていいほど理解しづらくなってしまうということになります。ということで早速奴隷洗脳とは具体的に何かというところをお話ししたいと思います。まず今回お話ししたいのが、エリートとは何かということです。皆様、あの人はエリートだよっていう話を聞いてですね、印象は良いか悪いかどちらでしょうか。まずエリートだよって言われて印象が悪いっていう人はあまりいないと思います。そして大半の人は良い印象だと思います。世間一般ではエリートっていうのは良いこと、すごいこととされています。実はそれこそが洗脳になります。そもそもエリートとは何でしょうか。で学生時代、小学校、中学校、高校とかですね、大学、学生時代はどうだったかというと、勉強ができていい高校とかいい大学に進学するのがエリートと呼ばれていたかと思います。ではそもそも学校の勉強とは何でしょうかっていうところまで掘り下げますと、近代の学校教育というのはですね、イギリスの産業革命が始まってから、いろいろ工場ができて、そこで働く良い工場の労働者を育成するために発達してきたという歴史があります。
また第一次第二次世界大戦では良い戦闘員を育成するためっていうところで発達してきました。つまりエリートというのはその見本になるような人のことを指します。ということはつまり良い労働者、良い戦闘員っていうのはこうあるべきだというメッセージがそこに詰まっているわけです。そしてこれを表彰したり、まあ、昔であれば学年での順位とかを廊下に貼り出したりしてみんなが来参することによってみんながこう進んで良い労働者、良い戦闘員になりたがるという洗脳システムになります。そして社会人になってからもそれは続きます。社会人の間でのエリートというのはどういう人かというと、まあ、バリバリ仕事をして人よりも早く正確に仕事をこなして、まあ、ほうれん草も正確で早く出世するみたいな人のことじゃないかなと思うんですけど、そもそも会社における出世っていうのは何かっていうところを考えてみますと、まず会社の中に階層をわざと作って給料に差をつけます。で、馬の鼻先にぶら下げる人参みたいなのを作って定期的にエリート社員を表彰して特賞などをこう出してですね、人参をみんなが食べたいと思わせるというシステムになっています。そしてメディアではそのようなエリートの学生とかエリート社員をドラマとかで例えば取り上げて世間的にはエリートはすごい、エリートはかっこいいというポジティブなイメージを刷り込みます。まあ、クイズ番組なんかで東大生が出てきてバン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 答えてすごいみたいな、東大のみたいなのは、まあ、その最たるものかなと思います。でそのことによって主婦の会話などですね、日常会話であの人のお子さんは東大に合格したとかですね、あの人の旦那さんは出世したんだとかですね、噂をすることによってそれが良いことだという刷り込みが完成します。そしてこれのどこがお金がたまらないのかと疑問に思われている人も、まあ、結構多いのかなと思うんですが、このエリート洗脳で決定的に欠けているところがあることに気づかれたでしょうか。それはお金の稼ぎ方について労働以外の選択肢を与えないということです。でこれはエリートを来参すれば来参するほど目の前の人参しか見えなくなり、皆が労働することでしかお金が得られないと、もう繰り返し思い込まされているということです。で月給とか時給とかですね、あの求人票に載ってると思うんですけど、そういうのは自分の時間をその時間単価で切り売りするということに他なりません。そしてその時間の切り売りっていうのはやっぱり限界があります。みんな時間は平等ですし、単価が低ければそれなりの報酬しか絶対にもらえないということになりますので、その金額っていうのはやっぱり会社が余裕がみんなあるわけではないので、どうしても生かさず殺さずという金額になってしまいます。そしてみんながお金がたまらないというのが、まあ、様々な奴隷洗脳のうちの一つになります。ということでちょっと暗い話になってしまったんですが、まあ、そこから抜け出すにはですね、やはりあのコイン投資ですね、私おすすめしているコイン投資をはじめお金を稼ぐ勉強っていうのをする必要があります。あとは税金のお話ですね、まあ、あの絶対その学校とかで習わないお金を稼ぐ勉強、税金の勉強などをすることで、金持ち父さん貧乏父さん、あのロバート清崎さんが書いた本ですが、その中でも言われている労働ラットレースからの脱出っていうのが、そういう勉強することでできるわけなんですが、まずはこの奴隷洗脳の仕組みに気づくということが第一歩になるんじゃないかなと思います。そして仕組みさえ分かればあとはそれにどう対応すればいいかということが分かってきますし、どうすればいいかっていうことを考えるようになります。やっぱり人間は思考することをやめたら搾取される側になってしまいますので、
とにかく思考思考することが大事になるかと思います。で、思考することをやめ諦めずに、皆さんと一緒に私も搾取されない資産防衛っていうのを伝えていけたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回の話は以上になります。いつも動画をご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。これはちょっと裏も見せたいので、じゃんと綺麗ですね。まあ、こういうのを資産を集めて資産防衛をして搾取されるところから抜け出しましょう。ということで以上になります。ありがとうございました。